インド国立映画開発公社は、インド情報、放送省の部局で、インド映画の有志、制作、配給を手掛ける組織。NFDC 本部がある、ネルーセンター1960年に、前身組織である、インド映画財政公社が、インド財務省の部局として創設された。これは、 映画制作に際して出資者や配給業者による制作への影響力排除と映画の質の向上を訴えるパキル委員会報告以降長年にわたり支援組織創設が議論された結果、1956年5月に創設が決定したための施策である。当初は工業的な成功が見込める商業映画への融資が多かったが、1968年に融資した。 総務旦那の話の成功以降は芸術映画への融資を優先するようになった。1979年にインド映画財政公社とインド映画輸出公社の合併が決定し、1980年4月からインド映画開発公社として映画財政支援政策を担当するようになった。NFDC は1970年代から1980年代の インド映画の制作に大きく貢献しており、前身のインド映画財政公社時代を含めて300本以上の映画を制作、または制作費を融資している。これらの映画は高い評価を得ており、国内外の映画賞で賞を受賞している。n f d g が制作した代表的な作品として、DVS ラージュが会長を務めていた1982年に公開されたガンジーが挙げられ、 同作で得た収益をもとに引退した俳優の生活保護を目的とした映画俳優福祉基金を創設した。1990年代に入ると制作本数が減少したが、情報、放送省が3億ルッピーの予算を編成し、また著名な俳優であるオムプリを会長に迎えたことにより、2000年代には制作本数が増加した。 B.K. カランジアはインド映画財政公社の創設に尽力し、長年にわたり NFDG 会長を務めた。2008年から2011年にかけてオムプリが会長を務め、2012年にラメーシュ・シッピーが会長に就任した。2013年、NFDG は1960年代以降に制作されたパラレル映画の宣伝。 普及を目的としたシネマズ・オブ・インディアサービスを開始した。このサービスでは長年流通していなかった作品の多くが復元され、ウェブサイト上で視聴可能となり、同時に DVD でも視聴できるようになっている。同サービスで視聴可能な作品には、真っ赤なスパイス、イーク・ディン・アチャーニック、トレーン・ツー・パキスタン、マンモ、スキー・ロチ、コンラ・キマウト、27ダウンがある。 ありがとうございます。